高野長英が生きていた当時、江戸幕府は外国との行き来や交流を禁止する鎖国政策を200年以上続けていました。わずかにオランダと中国だけは例外として長崎の出島に限って貿易を行っていました。その鎖国政策により、日本は医学、天文学、兵学、民主化など多くの分野でヨーロッパやアメリカから遅れをとっていました。また、江戸幕府を批判すると死刑や無期懲役にされたので、幕府を批判することができませんでした。このような時代の中で、高野長英は蘭学を生かし、日本の夜明け、近代化のために生涯を捧げました。その長英の生き方について、年代順に話していきたいと思います。長英が生まれたのは1804年5月5日で、水沢伊達家臣の後藤宗助とその妻宮の三男として水沢吉光寺で生まれました。長英が9歳の時に父が亡くなりまして、母の兄で医者をしている叔父の高野玄斎の養子となります。祖父の高野玄丹は京都で漢方医学を学んだ漢方医でした。漢方医とは中国や日本古来の医術を行う医者のことです。養父の高野玄斎は解体新書を著した杉田玄白に入門して蘭方医学を学んだ蘭方医でした。蘭方医とはオランダから伝わった医術を行う医者のことです。このような環境から長英は小さい頃から医学に興味を持つことになります。長英が11歳の時、東山の沖田にある文治塾で祖父玄丹から漢籍を学びます。漢籍とは漢字だけで書かれた中国の本で、人の生き方や教養を高める学問です。12歳の時には長英は文塾の子守塾を任され、祖父の代わりに村の子供たちに漢籍を教えるまでになりました。その頃の長英の様子ですが、長英は自らもよく勉強した、学ぶときはよく学んだが遊ぶときは思い切って遊んだ、活発勇敢で特に相撲を好んだ、時間を正しく守ってよく教えたから子供らも実によく懐いて辛抱があったそうです。そして14歳になった長英は元服して髪型を変え、名を京斎と改めました。工学心に燃えていた長英は17歳の時に実の兄の後藤丹斎、そしていとこの遠藤陽林と一緒に医学を学ぶために江戸に向かいました。江戸で長英ははじめ杉田白玄の門人となります。しかし住み込みが許されませんでした。また食事代は養父玄斎からの仕送りだけでは足りないので、夜はあんまのアルバイトをして日々を送りました。そして長英が18歳の時、吉田長淑の門人になりまして、長英はオランダ医学の論文を日本語に訳せるようになります。その時の長英の学ぶ姿が三余の学士として長英の手紙に記されています。つまり年のあまりの冬、日のあまりの夜、時のあまりの陰雨の時を学ぶ時として机に向かったというように、長英は時間を大切にして勉強に励みました。そして19歳の時に師である長淑の長の字をもらい、長英と改名しました。世に言う高野長英がこの時誕生しました。そして長英は22歳の時に長崎に行ってシーボルトの鳴滝塾に入門します。そのシーボルトは門人たちに西洋の最新医学を教えるだけでなく、日本についてテーマを与えて
オランダ語の論文を提出させました。長英はオランダ語で19の論文を提出しますが、そのうちの一つ、クジラ及び捕鯨についてが高く評価されて、シーボルトからドクトルの称号を与えられました。後にシーボルトはドイツに帰ってから、長英が書いた論文を含む日本で集めた資料をまとめて日本という本にします。さらにシーボルトのクジラの知識はヨーロッパで発表されました。これに着目したのがアメリカです。当時アメリカはクジラの油をランプを灯す油や機械の潤滑油として多く必要としていたからです。それでアメリカのペリーは近海にクジラが多い日本に進路を定めます。つまり長英のクジラの論文が間接的な因果で黒船を呼び寄せたことになります。ここで長英のオランダ語の実力のエピソードを紹介します。長崎で学んでいた鳴滝塾時代でのある日、蘭学者仲間が集まり、今日はオランダ語だけを使い、もし日本語を使ったらその都度罰金を払うことに決めました。一人二人と日本語を話す者が出てくる中で、長英だけは一言も日本語を話しませんでした。そんな長英の不意をつこうと、伊藤玄牧は帰り品にいきなり長英の背中を押して階段から突き落としました。すると長英はフェバルレイクと危ないという意味のオランダ語で叫びました。それほど長英の語学力は抜きんでていました。さて、長英が学んでいた長崎で大きな実験が起きます。国外持ち出し禁止の日本地図をシーボルトが持ち出そうとしたことで、シーボルトは国外追放されるというシーボルト事件が起こります。この事件でシーボルトがいなくなってしまい、鳴滝塾は終わります。その後長英は福岡、広島、尾道、大阪を経て京都に移動しますが、各地で旅館の一室を借りて開講し、西洋の文化を教えました。また頼まれると診療も積極的に行いました。そして鎖国政策の中、日本は外国から遅れを取っているので、長英は蘭学を生かして日本の将来のために働こうと決心をします。さて、27歳になった長英は江戸に入り、大観堂と名付けた塾院を開業しました。さらに医学の専門書や庶民の要望に応える本を合計47点も書き表しました。医源水溶は日本初の生理学書で、臓器の機能や病気の原因と症状を表した本です。また休校二物校という本を書きました。当時天候不順で米が不作続きとなり、全国で125万人が亡くなる天保の大飢饉が起こりました。その対策としてジャガイモとそばの栽培を進めた本です。他にも庶民の命を救うために伝染病予防の本である秘疫用法や家庭用医学書の許可美容を書き表しました。また文科生のために長英は乱文で格言を残しています。それを日本語に訳したものが、この人は学ぶためには食わねばならない、しかし食うために学んではならないという格言です。長英は若い時、朝晩の食事のためにアルバイトをしながら学びましたが、学問の究極の目的は私利私欲のためでなく、世の人々のためだと文科生に諭しています。また長英はオランダ語のきれいな筆記体でこの座右の銘を表しました。このオランダ語を和歌として訳した人がジョン万次郎の長男で医学博士だった
中浜藤一郎です。その和歌は、耐えねばや、果ては石をもうがつらん、かゆわき梅雨の力なれどもです。意味は、小さな水滴でも長年かかれば石にも穴を開けることができるということです。コツコツ努力することの大切さを示しています。学問へだけでなく、当時は鎖国、洋楽への偏見、打ち続く飢饉という時代だからこそ、努力の大切さを示したのかもしれません。そして長英は、洋楽に関心を持つ知識人の集まりである小史会に参加し、大飢饉の対策案や西洋事情を研究しました。長英が34歳の時、イギリス、実はアメリカ船だったのですが、モリソン号が漂流していた日本人7人を助けて送り届けに来航しました。しかし幕府は異国船打ち払い令によって大砲で打ち払う事件、モリソン号事件が起きました。そのことを知った長英は、夢物語を表して幕府の外交方策を批判します。長英が書いた夢物語の主な内容をここで紹介します。イギリスは航海術や海軍力が優れているので、他国は警戒心を怠らないようにしている。だからイギリスとの武力交戦をしてはいけない。日本の漂流民を憐れんで、親切にも送り届けに来た船を大砲で追い払ったりすれば、日本は国民を大切にしない野蛮で人道的でない国と思われてしまう。漂流民を届けてくれたことにお礼の品物を差し上げること、さらに良い機会なので近年の他国の情報を聞くことができれば国益にもなる。重要な江戸湾ではなく、長崎なり他の港で漂流民を受け取ること、というように柔らかい表現で幕府が取るべき対応を提言しています。ところで、当時の江戸幕府の老中水野忠邦とその家来の鳥居要造は、西洋の学問やそれを研究する小史会のメンバーを大変嫌っていました。それでいつかは長英たちの小史会を潰そうと考えていました。また当時は封建時代で、幕府への批判は許されませんでした。その状況の中で、夢物語で幕府を批判したことを理由に、江戸幕府が長英たちを逮捕する事件が起きました。これが万社の獄です。夢物語を書いた高野長英は永老終身禁錮刑となり、小伝馬町の百姓牢という雑居房に入れられました。獄中で長英は投獄の不当無実を訴え続けました。これは鳥の鳴く音という本ですが、判決前に獄中で書いたものです。夢物語は国家を思うからこそ表したもの、罪にあらざれば世に恥ずる気なしと言い切って無実を訴えています。ところで、牢内で長英は囚人たちの手紙の代筆をしたり、病人の治療をしたりして信頼を集め、長英は牢名主になりました。なお、新入りの囚人は鶴という隠し金を牢名主に納めるのが習わしで、長英は数年間で大金を所持していたと思われます。そのお金で筆や紙などを買うことができたわけです。投獄されて6年後の6月30日の夜中に牢屋敷が火災になります。長英は切り離しで3日間釈放となりますが、3日経っても集合場所に戻らず脱獄しました。それを知った幕府は激怒し、人相書きを出して長英を重罪犯として全国に指名手配をします。
おそらく長英は、このまま牢屋の中で一生を終えることはできない。私は医学の新しい道を開く。国の外交方策の間違ったやり方を直す。欧米列強の侵攻から日本を守るために、蘭学の才能を役立てたいと、固く自分に誓い、脱獄したと思います。脱獄後、長英は、まず江戸で、知人や門人を訪ねて、衣服や旅費などをもらいます。その後、大牧の高野隆仙などにかくまってもらいます。その後、上州に逃れて、門人の高橋圭作などに2ヶ月余りかくまってもらいますが、その間、長英は医者となって民衆の診療を行っています。その後、直江津に向かい、小林百歩らにかくまってもらいます。そして、山形、秋田を経て水沢に着き、おそらく前沢で母宮との再会を果たしたと思われます。その後、福島、米沢を経由して江戸に潜伏します。江戸に戻った長英ですが、生計を立てるために天文学書や兵学書の翻訳をして、西洋の最新情報を世の中に広めています。特に西洋兵書三平宅地域は、ナポレオンが編み出した当時最新の戦術の書です。歩兵、騎兵、砲兵を総合的に運用した戦術について日本で初めて紹介された本です。この三平宅地域は、その後、国防の指南書、つまり教科書として役立つことになります。ところで、当時、外国艦船の侵攻から日本を守るために、海岸警備の命令が江戸幕府から各藩に出ていました。その海岸警備のためには、西洋の最新の砲術を知る必要がありました。そこで宇和島藩主の伊達宗成は、逃亡中の長英を宇和島に招き、オランダ兵学書の翻訳を依頼しました。宇和島藩に招かれた長英は、名を伊藤瑞慶と変え、語学堂という宇和島藩初の蘭学塾を開きました。また砲火必読という砲台の作り方についての本を翻訳しました。長英はさらに、海岸防備のために久吉砲台の設計図を作成しました。その後、長英は江戸に再潜入します。長英は、機会があったら自分の蘭学の才能を持って日本を守るための解剖策を幕府へ上申したいと考えていたからです。それで長英ははじめ翻訳業で生計を立てていました。しかし幕府は、長英が翻訳した本が世の中に広まるのを恐れて、蘭文の翻訳や流通を規制しました。そのため長英は翻訳の仕事ができない状況になってしまいます。しかし長英は屈しません。医療が残っています。長英は顔を硝酸で焼いて人相を変え、沢三白と名前も変えて、青山百人町で町医者となりました。しかし長英には幕府の追っ手が迫ってきます。長英は、人が家に近づいたら分かるようにわざと落ち葉を敷き詰めていました。しかし1850年10月30日、激しい風雨の中、長英は自宅にいるところを南町奉行所の堀七人に襲われます。担当を抜き、抵抗しようとした長英は、逃げ切れないと見るや、自分で喉をつき、そのまま息絶えたと言われています。長英、47歳。日本の夜明けを見ないで最後となりました。長英の死から3年後にペリーが来航し、通商と捕鯨基地を求めて開国を迫ってきます。そして翌年に日米和親条約を結びます。この条約では、長英が書いた夢物語の内容の
重要な江戸湾ではなく他の港を開くべきを参考にし、下田と函館の港が開かれ、開国が実現しました。長英が夢物語に託し、望んでいた開国が実現したことになります。江戸幕府の崩壊後、それまで罪人として扱われていた長英は、自由民権運動の先駆者として見直されました。歌舞伎でも、夢物語、露星の姿絵が上演されて、連日超満員になるほどの大人気でした。このような世論を背景に、明治31年、宮内省、つまり明治天皇より長英に尚氏が追贈されて、長英の名誉が回復しました。長英没後50年に、青山善光寺に建てられた造尚氏高野長英碑の碑文は、勝海舟が撰文しました。その碑文の中で、尚氏は長英が日本で初めて西洋兵書三平宅地域を訳した功績に対して朝廷から贈られたと勝海舟が記しています。このように世界の動きから閉ざされていた鎖国の時代に、長英は蘭学を生かして世界に目を開き、民衆の命を救うために医療や著述に励みました。さらには夢物語を表したことで幕府から弾圧を受けますが、欧米列強の侵攻から日本を守るため西洋兵書の翻訳に励み、近代日本の夜明けに貢献しました。